ウリカは、皮脂植物のトガである。類縁については、昔から議論があり、シン・エングラー体系では独立のウリメ・キューカービテールズにしたが、クロンキスト体系ではスミレメ・バイオレールズに分類していた。最新のエペジー体系では周回動化などを含む、ウリメとする。ほとんどが巻き髭を持つツルセイの総本からなる。ウリカの植物の多くは熱帯に分布し、 人類の歴史上最も古い作物を含む。キュウリ、スイカ、カボチャ、ズッキーニ、ヒョウタン、ヘチマ、トウガン、鉄砲ウリ、ユウガオ、ツルレイシ、メロンなど多くの種が古くから火災や果物として栽培されてきた。また、ラカンカ、キカラスウリなど果実やカイコンを木薬として用いられる種もある。ククルビタシンはウリカ植物に 特有のステロイドの一種であり、トリテルペンに属する。キュウリ、メロン、スイカなどのヘタに近い部分に含まれる苦味成分である。特にツルレーシに多く含まれ、モモルデシチンと共に強烈な苦味の元になっている。伝統的に、カボチャ赤、キューカービトワディとザノニア赤、ザノニオイデアエ、または、ノンダイローボーイディのニアカに分けられていた。ただし、ノンダイローボーイディは、 不適格な名であり、ザノニオイデアへは、フェベロエディのシノニムであることが指摘されている。かつての全130族のうち、カボチャ赤に111族、ザノニア赤に19族が含まれていた。しかし、この分類は、系統的ではなく、これに代わる赤分類も行われていない。伝統的に8から9連に分けられてきたが、系統的な15連に再編された。この表は、 原始的なレンから進化的な村地の順に並んでいるが、一部の分岐順序は不確実である。伝統的に多数のアレンに分けられてきたが、そのほぼ全てが単系統ではなかった。レン、各レンの属、各属の種数はシェーファーレナーによる。計95属942978種が知られている。ありがとうございます。